毒の花戦え僕らのアイアンキング守れ緑のこの大地ショックショックアイアンショック霧の中からアイアンキング第一の地点甲州街道第二点国道一号線第三点日光街道第四点新宿駅第五点東京駅明日正午を期して以上の地点を爆破する爆破の目的は首都東京を混乱に陥れることだ。はっ。これから我々は新たなる革命戦争の日の出を挙げるのだ。おお。作戦は成功だ幻の無月幻の鬼山指令は分かっているなもちろん日本に留学中のアッサム王国の女王カトリーヌを誘拐することそれにより大和政府の国際的信用を失墜させ我らの革命資金を調達せしむることよし行け革命の日は近い仲良しになれたのに残念だわでもアッサム王国へ帰れば王位をついて女王様イギリスのエリザベス女王みたいうわー羨ましいわ冗談じゃないわ女王なんかになったら何一つ自分の好きなことができなくなるんですものじゃああなた国へ帰りたくないっていうの帰りたくないわああ何かが起きてこのままずっと日本にいられたらいいなダメよほらお迎えの車カトリーヌ女王、大使館からお迎えに上がりました。銃をしまってくれない。どうせ私は国へを帰りたくなかったの。一緒に行きます。声を出すな。俺も一緒に連れてってくれねえかな。
体誰だ。そうか、幻銀跡の諸君とは初対面だったな。悪かった。我が輩の名前は静香源太郎、よろしく。静香源太郎。じゃあの国家警備機構。固いこと言うなよ。可愛い女の子を見るとつい手を出したくなるのが俺の癖でね。ほざくな。カトリーヌ来い、来るんだ。そう、待て健太郎。源太郎、何人たりとも俺たちの革命の邪魔はさせん。ザイラユニコーン、静香源太郎を襲え。おい、しっかりしろ。しまった、こっち来るんだ。さあ、迷惑かけるもんじゃねえぞ。俺に任せて。
へえ、五郎だけかと思ったら女にも水をがぶ飲みするやつがいるんだな。そりゃないよ、アッサム国のカトリーヌ王女に立ち止まる、それ失礼だよ。お姫様ならお姫様らしくしてもらいたいもんだな。何すんだよ。嫌いです、あなたなんか。吹けゆく秋の夜、旅の空のわびしき思いにひとり悩む。恋しやふるさと、懐かし父母、夢路にたどるは里の家路。風景さあお姫さん、お粗末ながらベッドが出来上がりましたよ。てめえ、私は休みます。耳障りになるような歌はやめてください。あんまり世話焼かせんなよ。こっそり逃げようなんてそりゃいけませんぜ。嫌いなのよ私、この源太郎さんって人。だったらこのまま死ぬんだ。死にたくなかったら言うこと聞け。おい五郎、この可愛げのないお姫さん頼むぜ。任しけ。おお、ゲミ、源之次、やっぱりこれはちょっとかわいそうじゃないか。また逃げられると困るからな。あんたたち、私死ねって言うの。まあまあいいから。何言ってんだよ、助けたいからこそこうやって東京へ連れて行こうとしてるんじゃないの。すみません、ちょっと手を貸していただけますか。お願いします。おいいいですよね、困ってる時はお互い様だ。源太郎、ちょっと力仕事もやってみるけ。しょうがねえな、黙ってほっとくわけにもいかねえもんな。行こう。その音は何だ。いやいい。源之次、
あなたは無事だったのか。よかった。じゃあ、私を助けてくれるために。嫌いな男で悪かったな。源太郎さん。うるせえ。人の名前を呼び上がったら、さあ、名をほどいてくれ。ちょっと待って。助かったな。違う。俺が合図したら、大声で火事だとわめぐんだ。いいな。できるか。ダメな女だな。俺が小児と戦ってる間に車行ってろ。
っぱりあれは本物の怪獣じゃなくてロボットだったのか。ロボットのくせにでけえ面すんな。五郎さん、ありがとう。健太郎さん、ありがとう。バカ野郎、てめえが勝手な行動するから村は焼かねえ。死ななくてもいい人が死んだんじゃないか。健太郎、もういいじゃないか。よかねえよ。俺はこんな女大嫌いだ。ぶって、あたしを力いっぱいぶって。よし、行くぜ。おい、さてだ。ゲンナジ。健太郎さん、明日おとなしく国へ帰るんだな。そして一生今日のことは忘れないようにするんだな。はい、忘れません。王女様、お時間です。さようなら、お姫さん。おい、なんとか言ってやれよ。健太郎さん。さようなら。さて行くか、ナゴロ。健太郎、さようならぐらい言ってやるよ。さあ、新しい戦いだぜ。揺られてゆくよ。